は今日は何やりましょうか。今日はですね、結構ストロークやってて、まあ、足が動かなくなってきてます、まあ、そういう方とか、もしくは結構逆に足を動かしすぎちゃってボールに突っ込んでっちゃったりとかして、結構悩んでる方もいらっしゃるんですけど、なるべく無駄のないストローク、最小限に動きを抑えた効率のいいストロークがあったら、ぜひ加藤コーチに伝えてほしいなと思います。最近私もだいぶ足がこう動かなくなってきたんで、楽して打ってるんですけど、はい、まあ、前回こうライジングとか解説したと思うんですけど、あの長いボールはライジング、ちょっと短く来たボールはまあ踏み込んで出ると、逆にもっとすごい長いの来たらノーバンで打っちゃうと、結構その場にいてボールに合わせてこううまく打っていけると結構楽に打てるんで、あまりコットバタバタせずに、あ、長いの来たらじゃあボレーしよう、ちょっと手前でバウンドするからライジングで打とう、ちょっと短ければ踏み込んで打とうっていう、ちょっと打ち分けをしながら自分のバランスを崩さずに打ってもらえばいいと思うんで、あとはちょっとこう体を向ける、このままではさすがに打てないんで、少し体を向ける、合わせるという動きを入れてもらって、横向きはちょっと軽く作ってもらえるといいと加藤コーチ、ありがとうございました。横から見ててもね、全然ポジション動かないでね、なんかその場で打てるすごい効率のいい打ち方だなと思いました。この動画見ていただいてる、まだまだテニス楽しみたいんだけどちょっと足が動かなくなってきてしまった、そういう方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ぜひ一言最後にお願いします。はい、結構、まあ、ベテランの方はこう技術は上がってきてるけど、少し動きがやっぱりだんだん衰えている方は多分いると思うんで、そういう方はやっぱ技術をこうフルに使ってもらって、ちょっとポジションちょっと上げてもらったりすると、うまくこう前も後ろもそんなに動かずに対応できるポジションというのが出てくると思うんで、うまくライジング、ボレー、あとはまあ余裕があるときは踏み込んで打っていくってい こう判断を入れながらやっていきましょう。こうやっぱバタバタ動くっていうのは疲れるので、こ うまく相手の力を利用しながら逆に返していくっていうのが、まだこれからテニスで楽しめると思うので、ぜひうまく練習していきましょう。はい、加藤コーチ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。